リアルバルト画廊伝説2ということで、今回はネオジオ CD 版とプレステ2版画廊伝説バトルアーカイブスからリアルバルト2を比較したいと思います。違いがあるのか見ていきましょう。それでは動画スタート。まずはオープニング比較からいきましょう。ということで、左ネオジオ CD、 右プレステーション2でございます。オープニングに違いがあるのか見てください。リアルバウト画廊伝説2は当時家庭用ハードに、ね、移植されたのはネオジオとネオジオ CD だけに移植されてましたが、後にね画廊伝説バトルアーカイブス2に収録されました。ネオジオ版をねベースに移植されているので、プレステ2版と、ね、ネオジオ CD 版では特に目立った違いはないと思います。それではね処理速度の比較いきましょう。さあ、ここで画面が切り替わってからカウンタースタートします。はい、どちらが早い。さあ、プレイステーション2、ナウローディング中でございます。さあ、ネオジオ CD、あ、来ました来ました、やっとやっと来ました。今、読み込んでおります。あ、やっぱり早いな。オープニングまでのね、処理速度。さあ、どちらが早い。まあ、タイトル画面になるのかな、ネオジオ CD は。さあ、もう来たね、プレイステーション2。はい、来ました。23.40 秒。23秒。プレイステーション2でさえ23秒かかりました。そしてネオジオ CD なんですが、まだまだかかりそうですね。長い。いやー、ちょっと待ってよ、マチコさん。ということで、まだ、まだ、まだ来ますね。オープニング終わってしまうぞ、これ。はい。ドゥーとか言って殴っております。はい、終わりました。オープニング終わりました。まだ来ない。まだ来ない。まだ来ない。やっと来た。やっと来ました。ネオジオ CD 版、まだ切り替わらない。あ、来ました。うわぁ、すげえ。倍以上かかりましたね。1分73秒。オープニングまで1分73秒ですよ。その差は 27.33 秒。結構、倍以上かかっております。さあ、次行きましょう。キャラクターね、キャラクター選択してから戦闘までの処理速度の比較行きましょう。パッと見、画面の差はなさそうですね。はい、カウンタースタート。はい、あ、プレイステーション2もう来ました。頑張って頑張って頑張ってローディングしております。いや、プレイステーション2 10秒41秒、結構かかる。いや、かかってないのか。早いですね。やっぱりほぼロードがないですね、プレイステーション2。はい、まだ読み込んでおります。ネオジオ CD、 地獄だな、この読み込み。30秒かかって、やっと来ました。いや、ラウンド1終わってしまいました。プレイステーション2、その3に。はい、ということで 40.01 秒、その差は 29.60 秒でございます。いやー、ここもね30秒近く差がつきました。次の戦闘までのね差見ていきましょう。はい、 KO。 ここでね、画面が暗くなってから、あの画面が切り替わってからカウンタースタートします。あ、早いな。さすがにプレイステーション2早い。やっぱり10秒ぐらいかな。はい、 8.76 秒、8秒ですね。9秒、大体9秒で、これネオジオ CD はまだ来ない。さすがネオジオ CD。 あの、やっぱり移植速度はいいんですがね、やっぱりこのロード時間が地獄ですよね。はい、安定の30秒超えかな。ファイト。はい、 33.96 秒、ほぼ34秒ですね。で、その差は 20.20 秒、25秒差、結構差が出ました。はい、それではね、キャラ選択画面からちょっと見てください。違いがあるのかないのか。特に違いはなさそうですね。発色も似たような感じです。発色ちょっとプレイステーション2の方が濃いのかな。はい、まずはテリーステージ。
バイクもあって、あのインディアンなトラックもある、両方煙を吹いている。特に違いがなさそうだな。やはりあのネオジオ版をねベースに移植してるので、ここら辺には違いがないのかな。はい、次はマイ、マイでございます。揺れ具合とかどうなのかな。はい、山崎でございます。バズレガーということで、ダックキング。そう、新しい画廊でもね、ダックキング出てほしいですよね。ローレンス行きましょう。ローレンスブラッド闘牛士。ローレンスステージのカラスも一緒っぽいな。飛び立った。チョンシュー弟くん行きましょう。さあ行きましょう。そうかく。さあ、ふぬけが言われた。ちゃんと水たまりにね反射して映ってるんですよね、キャラクターが。さあ行きましょう。お兄ちゃん、マリーでございます。マリーも出てほしいね。人気キャラクターですよね、マリービー行きましょう。次回作ね、新作にはビーリーは出そうですよね。もうビジュアルがちょっと乗ってたんで。
くいきましょう。一応今作の主人公リックでも影が薄いな。それにしや、行きましょう。ギースでございます。ギースステージね、いつもギースタワーで戦うギースステージ。ギースの BGM かっこいいですよね。ということで今回はジョイ東を使ってねリアルバウト2こちらの方を比較しました。やはりねロード処理速度ね、そちらの方はやっぱりネオジオ CD 地獄でしたね。かなり違いました。ということで今回の動画、あとですねやっぱりあのバトルアーカイブスシリーズ画廊伝説、こちらの方が D 端子で出力できないんで S 端子の方で出力してるんで、やはりちょっと画像が悪かったりもしますね。まあ、なぜかあの対応してないんですよね、 D 端子出力がちょっと残念なところはあります。ということで今回の動画はここまで。またね別の動画も作っていくのでそちらの方もよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。それではバイチャー。